毎年6月1日に解禁される四骨湖での姫メマス釣り姫メマスは四骨湖特産の淡水魚でチップと呼ばれ親しまれています今朝は霧の中解禁を待ちわびたたくさんの人たちが釣り糸を垂らしていました近年まれに見る解禁物です釣れないこと今年がどういうふうになるか心配なぐらい。 初日の釣果は今一つだったようですが、支笏湖での姫祭りは、8月末まで楽しむことができます。